はい、皆さんこんばんは。今日はみんなでつなげる絵のしりとりというのをね、こちら面白いアプリを見つけたのでやっていきたいと思います。遊び方なんですが、こちらですね、みんなで絵を描いてしりとりをしていきます。絵を、描き終えたら何を描いたか名前を入力します。他の人には見えません。文字数だけ見えるようになっています。最後の文字が運や棒で、棒でも大丈夫。その一文字前の文字で続けてやってください。例えばラーメンなら、目玉やシーサー、桜はつながるよっていうことになってます。はい、なので最後の文字が小さい文字の時はその大きい文字とつながるようにやってくれば大丈夫です。まあ、こちら説明に書いてるので、こんなような形です。で、実際に、一応私が今日試しにやってみますので、また時間があったら皆さんまたアプリをねインストールしてみんなでせーのでやっても楽しいかなと思います。で、こちらは基本的には一人の、携帯でも遊べます。はい、一台でも順番でみんなに渡し合いしていたらこの一台の携帯でも遊べますし、オンラインで一人でもいろんな人とすることもできます。また友達同士だけのルームでねすることもできるので、すごいこれは面白いアプリになってます。ではオンラインでやっていきたいと思います。これね、ちょっとね絵心がないとね相手に伝わらないので、そこがね結構難しいんですけど、 CM 入りましたね。すみません、 CM 入っちゃいました。よいしょ。じゃあいきますね。接続します。で、ノンさんとピオさんとシャコさんと僕ですね、やっていきます。で、こちらねチャットができるので、で順番は自動になっております。僕が最後になってますね。じゃあ C から始まってそうで終わるようになるようになっていきます。はい、さあ頑張って頑張って。難しいですねこれ。ピオさん、何を書くかな。なんだこりゃ。鹿を書こうとしてるんかな。多分鹿ですねこれは。すごい鹿やな。あ、シマウマ。わかりましたわかりました。分かったらね、ちゃんと皆さんも分かったよって教えてあげてください。次、ノンさんがこれを見て、次、多分鹿だと思うので、そして、鹿じゃない、シマウマ、シマウマまで、まのものを書くと思います。シマウマだと思います。こっちね、文字数だけね、ここ出てくるので、シマウマだと思います。で、まなんで、まで始まるものですね。なんだこれは。マジックですね。くで始まります。次ジャコさんがくで何をかかるんでしょうか。まだ残り時間があるんでね、まだいろいろ書き足してますね。さあジャコさん、マジックでその次は何を書くのだ。く、あ、わかった、栗だ。で、僕がリスを書きます。これわかるかな。リス、サシス、これで伝わったかな。これはなんだ、スイカか。分かったけど消された。スイカだなこれは。
スイカだな、スイカスイカ。伝わってる伝わってる。スイカですね。多分スイカって出ますよ。今度亀でしょ。分かった分かった分かった。これは亀ですね。目ですね。目が難しいですね。なんで来るかな、目は。目が難しいよね。目。頑張って。なんだ。目、目、目、目。あ、目がね。ね、ねだな。動物が多いな。では私ですね。猫飼ってるの。猫ですね。猫飼けるかな。なんで笑ってなるの。猫でしょうよ。なんで笑うの。猫なんで笑うの。みんな あ、コップかわいいでしょ、普通。分かった。コップ、ふっふっ。コーラ。コーラ。コップ、ぷぷぷぷ。え、何これ、何これ。あ、ラジオ、ラジオね、ラジオ。おお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 お、最後は一番難しいですからね。僕最後なんで、その最後の文字に「ソ」が入らないといけないんですよ。それを絵で書かないといけないっていうのがね、ちょっと難しいところですね。ラジオ、お、おで何が来るかな。お、おにぎりか。おにぎり、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 うん、リスリスリスリリでそリリスリスリリリリリリソリソリカソリムソリネソリニリリリリリリでそリソ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 リでそに悪者ってなんかある？にでリで最後ソって、え？リリリリリ、リンゴは書けるよ、そらこうやって書いたら、リンゴ書けるけどさ、ソ、ソが、ソが書けないよ、ソって、リリリソ。理想、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 う、う、ちゃう、
り、もう、りんごや。無理や、りんごしかない。りんごしかない。り、ん、ご。無理だよ。テレパシーかなーつって。ありがとうございました。ツイッターの方でちょっと宣伝しておきます。これぞアート、楽しかった。はい、っていう形でこのように皆さんで絵を描きながらしりとりしていくっていうゲームでした。またよかったら皆さんもこちらインストールして皆さんでぜひ遊んでみてください。ではこの配信は終わりたいと思います。